カイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしたるような気分は何だろう。悪いことなのかそれともこれが普通なのか、一人じゃもうわからないよ、誰か教えてくれ。そしてまた大好きなあの人が遠くへ行ってしまったよ、誰にも気づかれずに。夢はあれからどこへ行ったのか、この場所に確か昔あったはずさ。時代は良かった、夢が溢れていた。苦しんでも傷ついても違う明日があった。掛け声ばかりで何にも変わらない世の中、明日からもきっと続く退屈な毎日。